まあ、本当にこうきついというか、なんでっていうような合宿ではあったとは、うん、やっぱり思うは思うよ、今考えればね。当時のメンバーだった人に話を聞くと、皆さん結局楽しそうになんか振り返りますよ。そうなんだよな。やっぱりあんだけきついことをやった人は多分いないだろうっていうような、俺たちに変な自負があるんだよ。歴代の代表で。いや、絶対間違いなく一番だろうっていう。だって合宿自体が16時ぐらいまであってさ、4ブレンとかあってさ、朝走ってジュースだけ飲んでトーストみたいなのなんか作ってくれて、それを食べて走って帰ってきて、で午前中練習やって、午後ようやくボールが使えて、午後体育館で筋トレやってみたいなの、やっぱりなんかおかしくなってくるよね。これはね、やっぱ燃え尽きますよね。それ明日のジョーみたいになっちゃうんですよね、それね、やっぱね。まあ、ケミ川というところなんだけど、まあ、そこも東大の合宿場だったんだけど、ベッドがある棟と、あとは、まあ、雑魚寝をするような棟とあって、で、そこでは襖一枚で監督たちの部屋が隣で、で、俺たちの部屋があって、また襖があって違うメンバーがいて、また違うメンバーがいて、みたいな、そういう並びで寝てるの。朝練終わって、ご飯食べて、午前練の前に1時間ぐらいあったら、やっぱり寝るわけよ、布団にも入って。それしかないのよ。なるほどね。で、そうすると、午前中の練習のメニューを決めてる声が聞こえるのよ。もう最悪なのよ、それ。それやるのみたいな。どっか行って話してくれよ、みたいな。あ、まあ、そうですよね。で、それを伝達するわけだよ、隣の人。なんだって、これだって、マジか、みたいな。だけど、もうそういうのを繰り返して、それこそみんな楽しそうに話をするっていうのは、本当分かる気がする。で、何年か前だけど、俺と郁夫さんと八尋と津波かなんかでちょうど話をする機会があって、うん、代表のレバノンのアジア大会かな、アジアカップかな、2000年動いた時にかな、取材であってさ、うん、でその時のユースの話になって、ひどかったっすよねとかって言って、俺たちの郁夫さんのこと、したら郁夫さんなんて言ったんですか。いや、自分もやっぱり勉強しなかったっていうふうに、やっぱりその時にもっと勉強しておけばよかったって言ってた。やっぱり自分でもこれでいいのかっていうような迷いながら多分指導はしてたみたい。まあそうですよね。でもやっぱり本当に悪かったなって言ってた。うん、悪かったなってそうか。ヤヒロその時は結構突っ込んでたけど、まあそうでしょうね、そうでしょうね、そりゃね。でも当時だって情報がこう今みたいに取れないですもんね。要は今でいういろんな戦術的なビデオとかっていうのをやっぱりミーティングの時に見せてもらう時間があるんだけど、うん、協会が作ってくれたイマジネーションサッカーっていう8ミリがあったんだよ、うん、でそれのタイトルに一番最初に出てくるのがクライフなんだよ。ああ、なるほどね。空飛ぶオランダ人みたいな。ボーレー、はい、ブラジルとやった時だっけ。そう、フライングボレー。ボレーゲーム。そうだよね。あれの絵が出てきて、こうやって振り向きざまのこうやってガッツポーズをするんだよ。はいはい、やりますやる。点取った後ね。そこがタイトルで出てきて、その後ビデオ出てくっていうのはすごく覚えてる。こういうやつらと世界大会行ったらやれるんだみたいなのはありますね。そうそうそう。当時はでもオランダはちょっとぶっ飛んでましたからね、クライフのチームはね。でもやっぱりさ、そういうすごいチームなんだって、世界ってそうなんだみたいなところが、やっぱりインパクトは相当あったかもな。なるほどね。まあ、そういう勉強もちゃんとはしてたんだよ。ただただ走らされるだけではなくて、だけど、まあ、それこそ最初のナルトの話からするときつかった思い出しかなくて、でも海外にはたくさん行かせてもらったし、何百人の選手がやっぱり呼ばれては落ちてって呼ばれては落ちて、で、まあ、メインイベントがその中に1個あってね、俺の話の中で最終的にはユースに出場できたんだけど、俺は一回代表から外れてるのね。え、そうなんですか。え、脱走したんですか。まあ、それに近いようなもん。それに近い、それに近い。で、しかも、それは外されたというよりも、強制的に帰らされた。ああ、もう帰れみたいな。そう、合宿があって、うん、次の時に呼びませんよって言うんだったら、まあ、うんうん、一度合宿終わってから次呼べないってまだ分かるんだけど、うん、俺は合宿中に、うん、お前帰れって言われて、え、郁夫さんに、はい、そうなんだ。最悪な選手だったわけよ。やっぱりとにかくきつい、うん、やっぱりその当時って結構やっぱきつい練習をしてるから怪我人もたくさん出てくる、うん、
で俺も結構怪我持ちだったから、その中でもとにかく頑張んなきゃいけないと思ってやってた部分はあるんだけど、うん、やっぱり文句だったり愚痴だったりそういうことばっかりでやっぱり出ちゃうんだよね。あ、トレーニングに対して、なるほど、なんでこんなことばっかりとか、うん、なんで怪我に多くなるよとか、うん、やっぱりそういうことを自分の中で思っていれば口にも出るし態度にも出る。でそれをやっぱり監督は見逃さないし、やっぱそれを見られてて俺は、でそれをまあ言われて、やっぱりそういうところに一人そういうね世界を目指して戦ってて、きつい練習を耐えてみんなで頑張ってるのに、やっぱ一人そういう選手がいるとチームの士気は乱れるし、やっぱりチームの輪を乱すみたいな、そういうふうに捉え方をされて、お前は一旦もう帰らないって言われて、合宿の途中で帰らされた。それ大学生の時ですか？大学の時、もう大学入ってるから4月か5月なんだよ。あと6、7、8、あと3ヶ月、4ヶ月ぐらい頑張れば、うん、世界に行けるっていうところまで来てたのに、来てたのに帰らされて、うわぁ、それ焦りますね。焦る気持ちと、うん、うわ、なんでここまで頑張ってきたのにっていう悔しい気持ちと、うん、あ、帰れるっていう、そういう気持ちもふっとある。なるほど。帰れるがあるのか。いや、逃げられるっていうか、うんうんうん、うわ、それすごいな、もうその状況。だけど、帰されるっていうのは、当然やっぱりショックでもあるし、その2つの思いをこう頭の中でこう葛藤がある。でもその時は多分、帰れるの方が勝ってたんだろうな。あ、でみんなのところにやっぱり昼休みだったので、うん、昼寝してるのも申し訳ないんだけど、もう帰るっていうことが決まったから、うん、宿をノックしながら俺帰れって言われたから帰るっていうふうにみんなに言いに回ったの、部屋に、うん、あ、そしたらやっぱりその部屋に行って帰れって言われたから帰るって言った時にみんなやっぱりえってなるんだけど、うん、その目の中には俺と同じような目っていうか気持ちになってる人もいるんじゃないですか。あ、いいなみたいな。そうそうそう。あ、なるほどね。でそういう目もこう思いも感じながら帰る。で法政の合宿所に帰った時に、うん、4年生の吉田博さんに、うん、お前はなんで帰ってきたんだ、あ、うん、お前は法政を代表して行ってるのになんでこういうことで帰らされるんだみたいなことを言われて、とにかく、まあ、頑張りますみたいな感じ で大学で、まあ、1ヶ月ぐらいかな、1ヶ月ちょっとかな、頑張ってやってた、あ、でリーグでも試合に出れるようにはなって、うん、でそこで頑張ることしかないので、とにかく自分の中の気持ちは、まあ、入れ替えて、やっぱり後悔するで世界と戦えるチャンスがあって、もうマラドーナ来るって分かってたからね、その頃。もしかしたらマラドーナとやれるかもしれないとか、まあ、そのモチベーションがやっぱりあったから、とにかくこう気持ちを切り替えて大学で頑張ろうと思って、大学でもう一回しっかりやって心入れ替えますって、まあ、吉田さんに誓って、で頑張って練習して試合に出れるようになって、次の合宿からまた呼ばれた。え、呼ばれた時に伊藤さんとどういうふうに話したんですか？覚えてない。覚えてない？覚えてないですか？多分自分で帰る時には多分謝ったとは思う。あとは自分でこれから頑張りますみたいなことは言ったと思う。あ、帰る時にね、うんうんうん、あ、なんとなくこうお前帰れって言われた時に、まあ、自分の態度も悪かったし、やっぱりそういうところが悪かったんだなっていうふうに思ったし、うん、自分がこう心を入れ替えた、で今度はチームのためにとか、まあ、いろんな思いを持ってきたっていうことは多分意思表示はしたと思う、うん、みんなにも申し訳なかったしね、うん、だって残りたいけど次呼ばれない人もいるのに、うん、俺は一回帰れって強制的に帰らされたのに、うん、もう一回呼ばれたっていうことは、うん、もうこれは本当に監督のある意味信頼、もう一回信頼してくれたんだなっていうか、それには絶対応えなきゃいけないなっていう思いはやっぱりあったから、まあ、そうですね、で最終的にはキャンプすべてもう一回そこから参加して、うん、いろんな遠征も回って、うん、で試合に出れるかどうかのメンバー発表がまた最初のナルトの合宿で、うんうん、最終選考、最後終わったら多分18だったんだよ。18ですね、枠は。枠は18です。で、その時最後20人いるんだよ。あ、きつい。え、2人アウトなの？ 2人。うわ、それえぐいわ、それ。なんで20だったんだろうってちょっと思ったけどね。あ、まあ、予備じゃないけど、やっぱりこのメンバーが何かあったら次はこういう形でっていう、入れられるみたいな、予備登録みたいなのがもしかしたらあったのかもしれない。あ、まあ、そうかもしれないですね。うん、
で、その20人の最後2人が落ちるのが、四中高の樋口志郎さんと、あとその時も四中高だって熊谷っていう選手、うん、その2人が落ちた。これはきついですね。きついよ、まあ泣いた泣いた。そりゃそうですよね。それでも、周りもあれですよね、残った方もなんかあれですよね。外れてく中、うん、一緒に戦ってきた仲間だから。で、最後の最後、途中でいなくなるとも違うので。そうですよね。そうですよね。まあでも本当にユースの1年半ぐらいかけて、うん、まあキャンプやって、うんうん、まあいろんな遠征させてもらって、でそれこそまあ理不尽と思うこともあったようなトレーニングをして、うんうん、まあケミガーっていうこう代々代表の選手たちが合宿しているところで、うんうん、それこそなんか歴史を感じるようなメッセージを読んだり見たりして、うんうんうん、なんかその1年半はまあ本当に凝縮されてる1年半かなと思うね。うん、どうですか、やっててやっぱなんかチームとして強くなってきたなって手応え得ながらの最終合宿って感じだったんですか。まあそんな感じはするね。なんかこう、うん、一体感みたいなのはやっぱりあったもん、ね、ああやっぱりユースのメンバーは今はみんな残ってるもんね。うん、ああいろんなところでところでね、うんうんうん、あ監督やってる人もいるし、本当に違うところで指導者やってる方もいるし、うん、まあ少々のことではへこたりようがないですもんね、もうねそうこれ以上きついことねえわぐらいの感じでいけますもんね、いろんなことね。そう。へこたれようがない。へこたれようがないですもんね。でも、当時、高校サッカーってどこもきつかったはずじゃないですか。でも、そのメンバーからしても、ユースでやる合宿の内容はきつかったんですよね。そうだよ。だって、俺、浦和南だけど、浦和南の練習なんか相当きつかったのに。いや、間違いないですよね。うん、そう、合宿行くの、本当嫌だと思う。もう高校の時から黄色い総武線は嫌いだったもん。え、また行く。でしかもさ、学校あんまり行けないんだよね。ああ、そっか。そうっすよね。学校に行けないのか。海外遠征も長く行くし、で国内キャンプも結構長く取るし、うん、で、帰るとすぐ試験みたいな日程に組まされるし。勉強できないじゃん、みたいな、ね。そう、結構つらかったよね。水沼さん、高校生の時から行ってっからきついっすよね、うん。まだ大学1年からだったらね、まだね、あれでしょうけどね。だからユースの合宿前も、それこそ大学選抜の合宿行ってこいって言われたりだとか、やっぱりそういうのの、まあ、ケミ側は、まあ、ある程度の基地だったので、うん、ベースキャンプみたいなところだった、ね、ベースキャンプですよね。本当にいろんな人に出会ったし、まあ、いろんな思い出があるし、だってお風呂だってさ、思い出したけど、それこそなんだろう、2畳ぐらいの浴槽があって、うん、あとはシャワーも別にないから、周りにこうカランがあって、こうガーってお湯と水出るみたいなのあるけど、うん、いっぱいだから間に合わないわけよね。うん、で浴槽シャワーないんですか？なかったよ。確かなかったよ、うん。あったかもしれないけど、多分順番なんだよね。あでもう浴槽に溜まってるお湯でもどん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 被るんだけど、うんうん、みんなそこ入るから、うん、そうですよね。汚いですよね。そうそうそう汚いですよね。お湯変わらないし。まあそれこそいろんな思い出あるけど。ユースもそうだし、その前の学生選抜さんと合宿行かせてもらった時に、関西の人たちの大学生の人たち、チャイコ系とか言って、喫茶店に連れてってもらうのがすげえ楽しかった。そうですよね。そうですよね。だって楽しみないからね、今だったらさ、携帯見たりとかさ、ああ、そうですよね。なんかあるかもしれないけど、うんうん、そういうのもないし、海岸遠征行ったって、うん、たまに行く、こう、領事館とかそういうところでご飯をごちそうになることと、うんそれと週に1回ぐらい日本食のレストランにご飯を食べに、まあ、監督とかみんなで行って食べさせてもらって、うんうん、そこで日本の情報、日本の新聞がそこにはあるから何日か遅れの新聞を読むとか、うんうん、そういうのがめっちゃ楽しみだったし、うん、で帰りの飛行機ではやっぱりそれこそ何日か遅れにスポーツ新聞を見て、うんうんうん、その時のスポーツのことを聞いみたりして、うんうん、うわぁ、こんなになったなんだ、みたいなことを知るのも楽しみだし、うん、そうですね。全く別の世界にいたから、ね、そういうのを、まあ、高校生から大学生にかけてやってた。すげえなぁ、すげえ時代ですよね。すげえ、まあ、すげえ時代、本当に、情報が何もないとか、ね、結構辛いからね。それって当時のなんか映像とかないんですかね。ないんだよな。それはドキュメント撮ってたら相当。撮ってればいいのにね。せっかくワールドユースみたいな。それこそサッカー協会の殿堂入りの V だろ。
それ。いや、V ですよ、うん。だって貴重な、初めてのことでしょそれね。そうですね。これ8ミリかなんか回してれば、なんか貴重なね。本当だよ。サンドベストとか撮ってないのかな。でも8ミリ回してたら今放送できないかもしれないですね。できないか。できないか。そうか。こう怒られちゃうか。怒られちゃうか。でもその時にそれこそ伊藤さんにも出会ったし、花岡さんというコーチにも出会ったし、あと森隆二さんもユースのコーチで来てくれたし、本当にいろんな人に出会ったし、うん、で今、まあ、トレーナーで有名な椿さんっていう FIFA でよく呼ばれる方がいるけど、その人にもマッサージとかそういうトレーナー部分でもお世話になったしね、たくさんいろんな人にお世話になったね、ということですよ。すごい、はい、まあ、もっとユースは話せますけどね。いや、ワールドユース本大会の話はちょっとしないとダメでしょう。あ、そうだね、そうだ、ユースの本大会の話か。受けてますからね、まだ。いや、もう本大会はなんかお化けみたいになってますからね。